アクリル黒い絵だからアクリルに入っちゃうとなんか映り込んじゃってさよく見えないね。みんなアクリルが貼ってあるね。ここはパステルはそうなんですよ。その直にやると怒られちゃうんだよね、汚れるとか言って。このくらいさマチエールつけるってね、いいね。あ、これは砂が入ってるんじゃない、マチエール、砂をね、なんかすごく感覚的にこういうの好き。額縁が貧相ですね。そうね、コーナーが合ってないし、どこがいいんでしょうか。怒りと嘆きの羅漢、なんだろうね。ウクライナのことを書いてるわけでもないね。ない、やっぱり仏教系の先生は惹かれるんですね、これ戯画的なのに惹かれるんですよ。そうだ、今はそういう心境でまたすぐ飽きる、飽きるね。3年ぐらいすると飽きるね。3年かかんないかしら。かかんないね。ね、なかなか挑戦的な絵だよこれ、これ色だね。そしてこういうところほら2つ貼ってあるの、つなげてあるんじゃない。いや違うんじゃない。でもここ見て、こっちから見ると。でもここだけ切れてるのはここだけじゃん。そうなんだ、ね、だからどうしたのかなと思って、切ったんじゃないの、フォンタナみたいに。ああ、そうかもね。猫が袋を狙ってるの。うん、これこの人いいよね。面白いね。これ何気ない日常の片隅で面白いじゃんこれ。